じろじろ見るな。もうあんな無様な姿を晒すことはない。ニーナさんのお使いってマーキス様はきちんとご承知のことなのですよね。マーキス様、アベラルドのことを見てくださるでしょうか。ディベルに戻ってマーキス先生にアベラルドさんの病状を見てもらおう。デッキを見たいのかい？始めようぜ。俺に勝てると思うなよ。
やるな。一番なんだよ。配送の仕事より楽だったな。これからもっと面白い世界が見えると思うよ。君がここまで来てくれてとっても嬉しい。君ならきっと高みを目指せるね。あの人に圧勝するのを心待ちにしてるよ。これからもっと面白い世界、君ならきっと、街はここからだと南西の方角か。そうですね。とりあえず海が見えてくるまで南に進みましょう。お準備した方がいい。目ざといな。よいエネルギーザンビきたぜ。警告、エネルギー残量不足。アベラルド、ごめんなさい。ずっと一緒にいたのに、あなたの不調に気づけなかった自分が情けないわ。謝らないでください、姫。黙っていたのは私の判断ですし、それに。おいおい、二人とも自分を責める気持ちはわかるが、今は神器臭いのはなしにしようぜ。そうですよ、ちょっとびっくりしたけど大ごとにならなくてよかったと思いましょう。
動停止。ここはこのまま西の方に突っ切ればいいんだよな。うん、そうだよ。同じ道でもこっち側から来ると印象変わるもんだな。なんだか楽しそうね。ああ、せっかくの旅だ。どっちも楽しまないとな。ひょっとしたら強くなれたかしら。構成反応、活動停止。計画勝利。耐えてみな。みんな、いきませんか。さすがの強さね。出力構成反応、活動停止。警告、エネルギー構成反応、活動停止。出力、おけがはありませんか。負けるだと。どうかしましたか、ニーナさん。あまり元気がないようですが。ああ、その…オートに行きたいって言ったら、先生怒るかなって。ちゃんとした理由があるんだ。説明すれば分かってくれるんじゃないか。まあ、その前にいきなりライタールまで出て行ったことを謝るのが先か。先生の頭、冷えてたらいいな。先生にお使いの荷物渡して、そこからが決戦だよ。ライタールで指輪を落としていったあの騒がしいやつ、リベルの商家だとか言ってたな。そういえば前にこの町に来た時、おかしな看板の建物があったような。セリオインは町の西側の坂を登った先でしたね。向かいましょう。いいな。先生、はい、これ不足分の薬とかです。はい、これじゃありません。あなた方も一体どういうつもりなのですか。ニーナさんを怒らないでください。今日は私が患者として参りました。あ、何ですって。ベンガル先生の診察を受けました。先生はマーキス様に見ていただくようにと。こちらがカルテとコトツテです。わかりました。義手だったのか。あれから14年、ここまで持ったのはさすがはミダス。
と言うべきでしょうし、それでも無理があったとも言うべきですね。この義手は特殊な技術で作られていて、本当の腕のように成長するようできているのです。あれだけ精密に動いて、しかも成長するのか。夢の発明じゃないか。あの時この腕のことをあなたほど正確に評価してくださる人がもっと多くいれば。マーキス様。よくわかりました。しまっていただいて結構です。せっかくのベンガルの紹介ですが、これは作った本人に見せるのが一番でしょう。レティシア様、ミダスはエダリ村にいます。アベラルドさんの腕を治療できるのは彼だけです。マーキス様。彼は三賢者一のひねくれ者で、14年前の事件でやり玉に上がった当事者でもある。一筋縄でいくとは思われないことです。もとより覚悟の上です。マーキス様、ありがとうございます。セリオ理術師としての判断です。え、すぐに出るんですか。ええ、我々は一刻も早くミラス様に面会せねばなりませんから。そうですよね。ミーナさん、私には一人でも多くの味方が必要です。ニーナさんさえよければ。ほら、親父にきちんと話してこい。レティシア様、ちょっと待っててください。マーキス先生。はい、何ですか。俺たちは出ていよう。そうですね。エダリってのは遠いのか。ラーカス北方の峻険な山の上にある秘境だ。今のうちにしっかり準備しましょう。その頃にはきっとニーナさんの話し合いも終わってるでしょうから。そうだな。お、あの看板、ビンヤード家の紋章と同じだな。入る前からすでに騒がしいな。廃校のチンケどもには昔から苦労してきたが、最近数も増えて以前にも増して厄介になってきた。腕の立つあんたらを見込んで頼みたい。廃校のチンケども少し懲らしめてやってくれないか。人の住む場所に近づかず悪さをしないんなら共存の道だって考えられるだろうが、あれでは無理だ。ラッキー。邪魔するぜ。落としちゃってたのね。
拾ってくれて助かったわ。ありがとう。あと自己紹介がまだだったわね。私の名前はウェルチ・ビンヤード。ここディベルに代々続く豪商ビンヤード家の天才美少女当主よ。とても豪商って家には見えないんだよ。あんたここに住んでいるのか。うっ、それは別にいいじゃない。そんな細かいこと。それよりもあんた拾った指輪をわざわざ届けてくれるだなんて相当な暇じ。とっても親切な人なのね。そんな親切なあなたにお願いがあるの。私ね、今どうしても必要なものがあるんだけど、どうにかして手に入れてきてもらえないかしら。ねね、いいでしょ、ちゃんとお礼はするから。ああ。よし、決まり。それじゃ確かに頼んだわよ。とっとと見つけてきて。可能な限り早くお願いね。待たせんのよ、あいつったら。可能な限り早くって言ったのに。悪かったな、遅くなって。って、いつの間に。全然遅くないわよ。むしろ早くてびっくりしちゃった。ちゃんと持ってきてくれたわね。これとあれを組み合わせれば。よーし、忙しくなってきた。で、待ちなさい。何勝手に帰ろうとしてるのよ。使いっ走りだけさせて返したらビンヤードの名前が廃る。お礼するって言ったでしょ。あんたたちには特別にビンヤード家に伝わる秘伝調合を教えてあげるわ。そうだ、ついでにこれも渡しておくわね。これさえあればどれだけ遠い場所にいようと私と連絡を取ることができるの。あんたなかなか従順じゃなくて筋がいいから、特別に私専用の調達係に任命してあげる。もしまた何か必要なものができた時はこれで呼び出すから、すぐに私のところに来ること。いいわね。ああ、わかった。よし、決まり。私がお願いしたものを持ってきてくれたら、我がビンヤード家に伝わる秘伝のアイテムクリエーションを教えてあげる。だからその分しっかり働いてよね。そんじゃこれからもよろしくね。配送の仕事より楽だったな。何？もう用はないわよ。え？天才美少女豪商当主のウェルチちゃんとおしゃべりしたいって？別にいいけど、高いわよ。
標本はどこかしら。できました。何？え、別に。邪魔するぜ。いらっしゃい。毎度。いつでも。サンキュー。そろそろニーナの話が終わってるかもな。セリオ院に戻ってみましょうか。どうだった？美術管理院に入りたいって言ったら、あっさりいいって言われちゃった。レティシア様に失礼のないようにって。レイ、どうして分かったの？父親ってのは子供に自分と同じ苦労を味わってほしくないと思う反面、どっかで自分と同じ道を歩んでほしいとも思う生き物なんだ。俺自身親父と同じ仕事をしてるからよく分かる。三賢者が王家を恨んでるのは間違いないんだろう。ニーナの親父さんが生きてる間、ニーナに何も教えなかったのもそのせいだろうな。それでも親父さんはニーナが施領理術師の道を選んだ時のためにたくさんの資料を残してくれた。マーキス先生はニーナの師匠になった。二人ともニーナの将来の選択を最初から尊重してたんだ。そっかそっか。さて行くか。マーキス先生よりずっと頑固らしいミダスを探しにな。行ってきます、お父さん。邪魔するぜ。寂しくないと言えば嘘になりますが、あの子が選んだ道は応援してあげたいんです。寂しくないと言え、ラッキー。準備した方が良さそう。お、頼もしいな。
速出力低下。警告エネルギー残量構成反応活動停止出力低下。耐えてみな。構成反応活動停止。お前だろ。先に進みましょう。よい。視界がない悪夢はフライドの第一波動だ。これで撃破。警告エネルギー残量構成範囲活動停止。警戒態勢を出力で構成反応活動停止。出力実用出力停止構成反応活動停止。前方敵だ。言われなくても何すんな。ジャケット構成反応発動停止。ラッキー。準備した方が良さそう。さすがね、ニーナさん。総員戦闘準備。ラッキーと視界がない相手にフライドサイド行け。構成反応活動警告エネルギー残量不足撤去。怖そうなのがいるよ。視界がないアロンはブラインドサイド不可能。構成反応活動停止出力上がった。よし。さあエネルギー残量不足。ラッキー。なんか楽しいことなくとか。構成反応活動停止。警告エネルギー撤去。出力停止。警告エネルギー座構成反応活動停止。撤去構成反応出力停止。少しは強くなれてくし。警告構成反応活動停止。
出力発生反応、活動停止。さすがだな。あんたらに頼んで大正解だった。これで少しはチンケどももおとなしくなるだろう。昔はチンケどもも人里にはあまり近づかなかったんだ。これも時代の流れというやつか。配送の仕事より楽だったな。せめて話が分かれば別なんだが、時々可愛いところもあるのにうまくいかないもんだ。様と会える。でもこれは目標への一歩目に過ぎません。君、今時ソーアなんてやってんの？やはりこの店の甘いものは何度食べても最高だな。よう、何をやっているんだ。うわっ、ね、なんだよ、そんなに驚いて。別に何でもない。貴様が急に話しかけてきたからだ。それにしちゃ大げさな驚きようだったけど、ん、口になんかついてるぞ。ひょっとして何か食ってたのか。食べてない。私は何も食べてなどいないぞ。いや、そんな必死に否定しないでも、別に買い食いくらいしてもいいと思うが。何も食べていないと言っているだろうが。とにかくこれで失礼する。何だったんだ一体。さすがに鉱山街だけあって活気があるよな。マーキス先生が言うには昔はもっともっと栄えてたらしいんだけどね。どういうものが取れるんだ。金属では銅が一番多いのかな。大昔は金も出たんだって。それで金を求めてくる人たちがたくさん集まってこの町ができたんだってさ。ゴールドラッシュが生んだ町か。もちろん今は金なんか出ないけど、もう一つ大事なものがあるんだ。鉱山に水晶みたいな大きな石がたくさん露出してるでしょ。あれ透明石膏って言って、いろんなものに加工できるんだ。え、あれ石膏なのか。全部じゃないけど、ほとんどはそうじゃないかな。加工されたディベル産の石膏はオーシディアス王都の舗装や
建築資材にも使われてるくらい上質なの。へえ、何か貴重な宝石かなんかだと思ってた。もちろん大きな結晶は貴重で、王城や教会のステンドグラスに使われたりするよ。とにかくいろんなものに使えるし、石膏もいろんな種類が採取できるから、鉱山のみんなはいつも忙しそうにしてるんだ。なるほどな。この国にとって縁の下の力持ちって感じの町なんだな。いいこと言ってくれるじゃん、レイ。父さんはこの町の人のためにセレオ理術師として働くことを何より誇りに思ってたんだって。マーキス先生がそう言ってたのか。うん、私も将来そういう思いを継いでいけたらいいなって思うんだ。親父の思いか、わかる気がするよ。エダリ村は北東の山の奥地にある。この町で十分に補給を行った方がいいだろう。エダリに向けて出発だ。おー、エダリへ向かうにはラーカスの森を突っ切る必要がある。ひとまずラーカス地方まで向かうぞ。ありません、エダリ村へ急ぎましょう。なあなあ、チャクラムを使っている理由いい加減教えてくれよ。しつこいぞ。気になって夜も眠れねえ。ならば一生眠るな。釣れないよな。そうだ、
レティシアなら何か知ってるかな。おい、そんなことで姫のお手を煩わせるんじゃない。だいたい変わった武器というのなら、私よりもよほど変わった武器の使い手がいるだろう。ああ。何何？二人とも何の話をしてるの？あ、いや何でもねえよ。あ、確かに何でもありません。そう？それじゃ私行くね。あれか、変わってるだろう。変わってるというか、ちょっと訳がわからないというか、まあそれぞれいろいろな理由があるってことか。悪かったよ、変に詮索したりしちまって。わかったのならいい。しかしなぜ彼女があれを使うに至ったのかは私も気になるところだな。ヘルガー肺下病の患者は一時期よりは減ったが、根強く残りこの国を蝕んでいるのだ。美術管理院ってどんなところなんだろう。私が知らない肺下病の資料があるはずだから、早く見てみたいな。このまま北に向かえばエダリ地方へとつながっているはずです。じゃあゴールまでもう少しですかね。いえ、むしろこれからが本番です。長い道のりですから体力は温存しておきましょう。山か、山登りなんて長いこと起こんね。道も険しくないことを祈りたいね。総員、戦闘準備。ちょっと申し出てゴール。いけるぞ。構成反応、見えたか。活動停止。これだよ。構成反応、活動停止。さあ、先に進みましょう。敵は山の前。
警告、エネルギー残量不足だ。対象を発見。ラッキー。よっ。はい。ここから北にまっすぐ進めば、エダリ地方だ。北西側が遺跡のあった方か。こっちの方は初めて来るな。この辺りで、レイと初めて会ったんでしたね。なんだか、もう懐かしく感じてしまいます。へえ、こんなところで？これを登るのか。山道で足を踏み外したらどれだけ落ちるかわからない。注意しろ、リュマちゃん。その時はお願いね。活動停止。覚悟なさい。死ぬわけにはいかん。はっ。
道なりに進めばいいのか。ああ、エダリ村は東方向だったかと思う。行ってみるしかないってことか。そうですね、注意して進みましょう。対象を発見。警戒態勢。通れないように。エネルギー残量部分実用度低。構成反応発動停止。ラッキそれ！
ティ残量不足。やったぜ、今だ。出力低下。無駄よ。警告、エネルギー残量不足。ここは預かる。さすがの強さよ。出力低下、構成反応、活動停止。見たか。ラッキラッキー。今日はここで野営にしましょう。エダリまではまだまだかかりそうだな。もう音を上げたのか。お前が言うな。あれから体調平気なんだろうな。しっかり休ませてもらった。面倒をかけるようなことはない。そう願いたいもんだな。寒っ。なぜとは聞かないんだな。人間踏み入ってほしくないことってあるだろう。お前昨日の晩飯何食ったか聞いたって怒りそうだからな。そんなデリケートなこと聞く気になるかって。人を何だと思ってるんだ。めんどくさいやつ。何よ。大声出すな。二人が起きるぞ。あ、
レイモンドだ。誰だ？エレナです。レイ、ご無事でしたか？エレナ、信じてたぜ。今どこだ？レイのいる星の引力圏内に近づいています。しかし射出時の衝撃でポットの姿勢制御装置が故障したようです。システムリセットの効果もなく手動で制御しています。お前の手動なら自動より安心だ。とにかく着陸予想地点を送れ。未開惑星だからどこまで対応できるかわからんが、可能な限り早く救助に入れるようにする。よろしくお願いしますね。通信終わります。オーバー。よしよしよし。27時間後位置はついてる。進行方向だ。待ってろよクロエ、絶対合流してベグワルドに帰ろう。できれば今日中に到着したいですね。出発しましょう。
少し休んでおくか。おいおい、やっとか。ずいぶん高いとこまで来たな。おい、橋を渡った先にあるのがエダリ村です。行きましょう。対象を発見。山奥の秘境には似合わない物騒な門構えだな。要塞かよ。なんかあれ、動いてない？
あれ、大砲に見えませんか？こっちに向きましたよ。みんな避けろ。避けた。あれは前はちゃんと警告してくれただろうな。原始的な竹反応は何が卑怯だ。城攻めじゃないんだぞ。よくも村の防衛障壁を破壊してくれたな。何が目的だ。いよいよ王国が滅びて帝国兵がこんな西の果てまで手を伸ばしてきたか。言うにこと書いて帝国兵だと。控えなさい、アベラルド。先ぶれもなくまかり越しました非礼をお許しください。ミラス・フレグリード様。あいつが。我々はゆえあってエダリ村を訪ねました。開門願います。なりばかり大きくなったな、レティシア。ダメだと言ったらどうする。こちらにマーキス・イーゼン様よりある患者の紹介状を預かっております。マーキス？患者？うん、いいだろう。開門だ。いくらミラス様とはいえ、姫をアーモ堂々と呼び捨てにするとは。長らくお会いしていないのに、一目で私だと分かってくださっただけでありがたいわ。さあみんな、行きましょう。ついてこい。
こっちだ、早く来い。あのもんは何なんだよ。俺が作った侵入者受けだ。俺は村では新参者だからな。ものづくりで村の生活に貢献している。エダリの周りはそんなに危険なのか。王国が滅びた時の備えだ。王家や単細胞の騎士どもにいつまでも国を守れると思えなかったものでな。ミダス様、お言葉が過ぎます。そうか、たかが一騎士の医者通いのために王女殿下が付き添ってるから何があったのかと思ったがな。対象を発見。対象を発見。対象を発見。ラッキー。対象を発見。兄がソーアという遊びに夢中みたいなんです。対象を発見。ラッキー。
と勝負しろ。面白いことないかな。いろいろと珍しいのは分かりますけど、今はミダス様のお宅へ向かいましょう。ねえねえ、それ何？私にも触らせて。ラッキー。対象を発見。対象を発見。小型生体反応を検知。ラッキー。対象を発見。対象を発見。対象を発見。ラッキー。着いたぞ。そっちの二人は外で待ってろ。ミラス様。患者と施療理術師、他はいらん。それともお前は保護者がいなければ医者にもかからん腰抜けか。一ついいか。実は俺も理術師なんだ。ほら隅っこで見学するだけでいい。アベラルドの腕を作った技術があれば世の中助かる奴が大勢いる気がしたな。いいだろう。だが邪魔はするなよ。フィルベルトの娘、薬草の見分けはつくな。ミダス王子さん、私はニーナだよ。ああそうか、ニーナ。犯人前は黙って従え。アルテミスリーフとラベンダーを取ってこい。一年熟成のものを2つだ。もう分かりましたよ。それとお前、レイモンドだ。レイモンド、見学は構わんがオーブをどこかにぶつけるなよ。分かりましたよ。おいディマ、お前も聞いたな。おとなしくしてろ。
妙なやつだ。よし、ライタールで倒れたと言ったな。それが初めてなのか。姫には決して言うな。1ヶ月ほど前から全身の不調が続いていました。肩の付け根が黒ずみ始めたのもその頃からです。その腕はあと半年もしないうちに機能しなくなる。何ですって。違う素材で義手を作ってやることはできるが、今と同じ働きは到底望めん。お前は生き方を変えざるを得なくなるだろう。どうにもならないのですか。その機会は14年前に失われた。ミダ様、お聞きいただきたいことがあります。腕の治療以外の用なら帰れ。俺には王家の人間と話す理由がない。くっ。14年前ね。どうだったの？申し訳ありません。お話を聞いていただくことすら。そんなことより、あなたの腕は大丈夫だったの？また良くなるの？いやその、半年のうちには使い物にならなくなると。新しいものを作っていただくことはできないの？その機会は14年前に失われたと。姫！ミダス様、どうか、どうかアベラルドの腕を新しく作ってはいただけませんか？不可能だと伝えた。お願いします。それが叶うのであれば、私はもう金輪際ミダス様の前に姿を現さないと誓います。一国の王女が本当に付き添いのためだけにここまで来たとでも言うつもりか？最初は違いました。ですが、私は今、私のために命を懸けて戦ってくれている友のためだけにここにおります。どうか。核となる素材が14年前に王国から失われているんだ。俺が王都に戻ったところで、もうその腕を作るのは不可能なんだよ。そんな。俺にできることといえばこれくらいだ。お前が大人になる頃にその腕はダメになるだろうと素材をくれた奴が言っていたからな。こいつをお前用に調整すれば、日常生活を送る程度なら十二分に機能する。騎士は辞めざるを得んだろうな。それでも十分オーバーテクノロジーだろう。動力は何なんだ？技術士でもないのに妙に頭が働くな。バレてたのか。お前とオーブの間に制御理力が全く働いていない。だがオーブはお前の言葉に従った。そんな仕掛けは聞いたことがない。どうやって動かしている？俺もこいつの仕組みはよく知らないんだ。あんたに調べてもらえるんならありがたいんだがな。そんな浅はかな誘いに乗ると思うか？国が滅びちまえば悠々自適もご破産だぞ。俺一人いないくらいで滅びるなら、その程度の国だったということだ。ミダス様、話は終わりだ。アベラルド、お前の腕は俺の責任で最後まで面倒を見てやる。だがそれ以上の話はもうしない。わかりました。姫、ミダス様はこの村にとってかけがえのない方。我々の勝手でお連れするわけにはいきません。アベラルドの腕のこと、どうかよろしくお願いします。レティシア様。緊急避難信号を受信。緊急避難信号を受信。何？輸送艦イーダス所属の脱出ポットの緊急接近を検知いたしました。識別信号確認。エレナ副長のポットです。早すぎるぞ。着陸までには時間があるはずだ。なんだ今の声は。
それにその地図は。後にしてくれ。エレナ、エレナ聞こえるか。レイ、アスター星系第4惑星の引力圏に入りました。姿勢制御装置が自動、手動ともに稼働せず、十分な減速は不可能です。最終墜落予測地点を送ります。わかった、エレナ、着陸地点で会おう。頑張ってみますね、オーバー。レイ、一体何が。悪いお前ら、少しだけ別行動する。すぐに戻る。何を言っている、ふざけるな。緊急事態なんだ。わかっている、だからなぜ一人で行こうとする。ミダス様、一旦失礼いたします。私とアベラルドはレイの仲間を助けるという約束で彼に同行をしてもらっています。アベラルドの腕のことは後ほど何卒よろしくお願いいたします。レイ、行きましょう。すまね。早すぎる、エレナ。落ち着け、あの方向は地形が複雑だ。遭難すれば救助どころではないぞ。クソ、ついてこい。ミダス様、あの流星が落ちたあたりなら案内してやれる。すまない、頼む。ミダス様、感謝いたします。村の者が不安がらないよう調査に行くだけだ。素直じゃないの。邪魔するぜ。対象を発見。ラッキき。流星が落ちたのはおそらくガルカの祠付近だろう。祠は村からそう遠くはない。行くぞ。ラッキー。Mm-hmm.
準備ができたらエレナの元に急ごう。西の門から外に出るぞ。相当な手だれとお見受けし、はい、いらっしゃい。見ない顔だね。必要なものはここで買い揃えるといいよ。サンキュじゃまするぜ。俺と戦え。しちゃいませ。
たくさん機会があるけど、夜になれば静かになるから安心して休んでね。うまいなこれ。いってらっしゃい。機械に興味があればぜひ村を回ってみなよ。また来るぜ。